事な一戦です。ここで優勝チームが確定するんでしょうか。目が離せない試合になりそうですね。すでに昇格を決めているチームですが、この試合に勝てばシーズンの終了を待たずに優勝も手にします。選手たちのモチベーションも上がっているようですし、ここは最高の結果を出してくれる予感がしますね。期待して見ていきましょう。ワイナルドゥム、しっかりキープしています。このパスは読んでいました。ボールを運びゴールに襲いかかります。シュートを狙う。ボールを抑え込みます。ベイ、さあクロスか。いいボールが出ました。決まった。値千金のゴールです。これが優勝を決定づける一点になるかもしれませんね。ゲームも開始しておよそ10分、早くもゴールが生まれています。パスカット、ワイナルドゥム、ボールを回してチャンスを伺っています。グレゴリー・プジョール、ベイン、いいパスです。視野が広いですね。さあどうする。このチャンスは生かせません。試合はゴールキックで再開されます。プレスが効いている。味方の位置を確認する。ヘディングは枠に行きません。ディフェンスがいたので自由にさせてもらえませんでしたね。視野が広い。これはサイドを上がれそうです。ここからどうするのか。マイナスのクロスだ。ブロックしました。そこで取られてはいけない。笛が吹かれました。オフサイドです。パスをサイドに送ります。いい連携です。体を寄せる。体に当ててクロスをブロック。素晴らしい読みでインターセプトしました。流しています。プレーオンです。パスが通りません。ベイン、ボールを失います。高い位置でカットします。ここはサイドに持ち出すでしょうか。ここはシュート、よく止めましたがボールはこぼれています。いい位置です。これは見事に奪いました。ボールを奪われません。チャンスにできるか。ここで攻守が入れ替わります。
いいパスが出ました。グレゴリー・プジョール、いいところにボールをつなぎました。これはよく見ていた。これはスルーパスが強いか。シュート決まった。ゴール。盤石の試合運びですね。これで優勝はほぼ確実なんじゃないでしょうか。ここはディフェンダーが読んでいました。ワイナルドにいいところを見ていました。素晴らしいパス、決まった決まった、ゴールです。さらにリードを広げました。優勝に大きく近づいています。このダメ押し点は決定的ですね。試合はどうやら一方的な展開になってきています。グレゴリー・プジョール、まずはパスを回して隙を狙います。ベイン、あっとこぼれた。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは3対0。ゲームはハーフ。後半戦キックオフ。パスカット、ワイナルドゥン、タックルでボールがこぼれました。視線が中にいった。さあ出すか。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。ファールの判定です。フリーキックですね。グレゴリー・プジョール、おっとボールを失いました。走り込んだ味方にスルーパス、相手に当たってコーナーキックになりました。ゴール前に入れた。ゴールにつながるプレーとはなりません。見事なパスカットです。ここで決められるか。グレゴリー・プジョール、ボールを奪われました。おっと裏へ出した。高い位置でカットします。ボールが足につきません。ルーズボールだ。相手ボールになりました。グレゴリー・プジョール、いいボールが出ました。タックルでボールを取り返した。ワイナルドゥン、これはカウンターのチャンスです。ここで狙いたい。これはポストに弾かれたか。ここでシュート、キャッチできません。ボールがこぼれた。強い当たりだ。中を確認したい。このパスはカットされました。
プレッシャーをかけられます。ベイン、ここはボールをダッシュしました。笛は吹かれません。危険なタックルでしたが、ここはインターセプト、しっかり予測していました。ルーズボールになっています。ディフェンスが甘かったですね。止めたが抑えられない。さあどうなる。これは PK です。 PK の判定、いえ見事に PK を決めています。自在にパスを通していますね。この選手が視点となってパスを回しています。よく見ていました。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。カウンターのチャンスが巡ってきた。さあどうする。 PK です。主審がまっすぐペナルティースポットを指差しました。これは痛いですね。ファールで止めるしか選択肢はなかった感じでしょうか。これは PK、 さらにイエローカードも出ます。ちょっと軽率なプレーでしたね。あとは見事なゴール、落ち着いた PK でした。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。ボールはサイドの選手へ。テクニックを見せる。狙っていましたね。決まりました。ゴールです。点差が縮まります。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そして強烈なミドルを決めてきました。いや改めて見ても本当にすごいシュートです。ここでボールを失います。これはチャンスです。よく止めましたがボールはこぼれています。これはコーナーキックでしょうか。中を狙うか。このパスはカットされます。主審オフサイドでプレーを止めます。タッチを割ってスローイン。さあスタジアムに響く応援がひときわ大きくなってきました。サポーターは興奮を隠しきれない様子です。もう優勝したも同然ですからね。彼らがリーグのトップチームだということに疑いを持つ人はいないでしょう。いつだって観客の期待に応えるプレーを見せてきました。ようやくその苦労が報われ。ファールです。これは PK でしょうか。 PK、 そして選手が退場です。2枚目のイエローですか。審判に目をつけられちゃいましたかね。得点なりません。キーパーのプレッシャーに負けましたね。これ入った。オウンゴールです。これは悔しい。起きてしまったことは仕方がありません。切り替えていきましょう。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり。来た、ゴール決まった。このゴールでタイトル獲得が現実味を帯びてきました。今後何かが起こるかもしれませんが、試合をリードしていることで余裕が見られます。ボールを前に運んでいく。中央にクロスが上がった。ベイン、
カウンターのチャンス、ここは決めたい。このチャンスは生かしたい。絶好のチャンス、鮮やかなタックル。素晴らしいボールです。少し飛び出しが早すぎました。ここでホイッスル、アウェーチームの見事な勝利です。いや、圧巻のパフォーマンスでしたね。チームは相手を終始圧倒していました。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも表れています。さすがといった内容でしたね。